ショートの人じゃない？ やほりん、やほー。そうなんですよ、髪伸びちゃった。見えん、全然見えん。でも私今メガネしてないからさ、コンタクトもメガネもしてないから見えないんだよね、ここに来るとコメントが。イエイ。からちょっと近づくんですけど ちょっと近づいちゃうんですけど、そう、一日で髪の毛伸びちゃった。みんなロング派の人はおめでとう、ショート派の人ごめん ボブリンどこだろう。メールではボブリンまだ来ると思いますけど、あ、しかも今日もなんかね、遊んだのよ、パーカーの中に髪の毛入れたらめっちゃショートの人みたいな写真撮れたの。送ります、メールで。それかおはようツイートとかにしますね。アスパラさん、ハートありがとう。トムくんもハートありがとう。あ、ガチでショートだと思って、本当ですか？でも聞いてください。一つ面白い話があって、そう、ガチでショートだと思ってた人仲間だよっていう話がありまして、マネージャーさんが昨日の配信を途中から見てたらしくて、そうで、私がしかもちょうどマネージャーさん見てるかなみたいな、ちょっとなんか心配してるシーンだったっぽくって それでマネージャーさんが「え、もうやったな」って もう勝手に切ったな、これこの子勝手に切ったなって思ったっぽくて、そう そう、なんかやばいな、マネージャーさんに言ってないなみたいな言ってるシーンに見てて、そうで「え？」って焦ってコメントを見返したら、ウィッグっていう文字があったから、あ、なんだみたいな感じになったらしいんですけど、そう、やったなーって思ったらしい ってぐらいなんか、あ、後半だったからかな、後半は結構馴染んでたから、なんか扱いが慣れてきて、そう、私やらないですよって言って そう、おもろいでしょ そうで、ツイートとかもさ、なんかウィッグとか書いてないから、あれを見て他のスタッフさんが勘違いして送ってこんか焦ってたよみたいな言ってて そう、完成度高かった。しかもなんか、そう、途中からスマホ変えて配信したら、こっちのスマホの方がなんか黒髪に見えたからさ、そう、だからかなとか思って。いや、急にグレた人、すごい茶髪でショートになって、いきなり田中美穂どうしたみたいな思うよね、あんな見たら そう、なんか後半になるにつれなんかね、ナチュラルになったから、後半から見てたからマネージャーさんが勘違いして危なかったよみたいな そう、純粋なマネージャーさんですね そう、後半違和感ゼロで、多分てかめっちゃツイートにすごい反応が大きくてすごい嬉しいんですけど、昨日のお休みツイートかね。そう、今日もまだリプ来てて、で、しかもなんかリプくれてる人の中でも多分気づいてないだろうなっていう方もいて、めっちゃ申し訳ないなと思ってるんだけど、そう、なんか最近髪切るの流行ってるのかなみたいなのとか、なんかなんだろう、なんか そう、似合ってるよって普通に言ってる方がいるから、気づいてないかなとか思って、ごめんねって思ってるよ、みんな みんな。そう、ショート派多いから私はね、心がね、ちょっと揺らいでるよってぐらいだよ、本当に。なんか、意外といけるんやってことが分かって、そう。リップ緊張します？しないでしょ。だって他の子にしないんだから。ゆきりかみほは切らないから行くでしょ。あ、でもそうそう、なんかゆきりかからも LINE 来て、そう、めっちゃ似合ってたけど、切らないって言ってたから、ウィッグだとは思ってたけどね、みたいな来てて。そう。あと、しみさらからもわざわざ LINE 来たし、りんこからも来たし、そう、めっちゃ嬉しかった いや、迷いますよね。あんなになんかみんなが褒めてくれるから、迷うんですよ、めっちゃ。だって、シャンプーがめちゃくちゃ楽になるんですよ。現実的なことを考えると。もうシャンプーも3分の1ぐらいでいいと思う。し、今さ、2.5プッシュぐらいしてるわけ。髪、たまにもう3プッシュぐらいするわけさ。シャンプーを、だからすごいもったいないじゃないですか。それが絶対もうね、1プッシュぐらいになると思うの。から、
さあと思うんだけどね。うん。まあでも私がノンシリコンのシャンプーなんで泡立ちにくいのかもしれないんだけど、そう 2.5 から3プッシュするのよ今。だからね、ショートにされるとお散歩できなくなる。ショートにしよっかな。ショートにしよっかな。ショートで分け目ありが自分的には馴染んでましたけど、今日もちょっと分け目作ってるけど、久しぶりには分け目がいます。いやどうしよっかなって迷いますよね。あんなに褒めていただけると。あの人もシャンプー楽になったって言ってた。なんですね。ちほーさん、ちょうじさん、ハート100個ありがとう。いやそうでしょ、サンプッシュ多いからしょ。あ、見たいような見たくないような。いや悩みますよ、悩みどころですよね。でも今はちょっとまだですけど、新曲発売中ですし、いや迷いますよね。みんな褒めてくれてありがとう。私は褒められて伸びる子なんだ、だから嬉しいんだよね。ありがとう。みほりんが思うショートが似合うメンバー、葵さんとゆきりか。どっちも愛媛だね、愛媛県出身。2人もさ、最初はロングだったじゃないですか。もう切った方が断然に可愛さが増してて、そうめっちゃ二人ともいいと思う。私は好みです。葵さんとか最初切ってなんか結構なんかイケメンな感じの髪型をしてて、あの勝手に四国観光帰りだと太一さんがなんか同じ日にあるやつの時とかにめっちゃかっこいいすぎてめっちゃ写真撮ったけん、そう。いやー悩むよね。なんか画面が暗くなった。みんな大丈夫？いや悩むよね。なんか結構見た目とかをちゃんと客観的に見てくれるマネージャーさんがいるんですけど、もう一人その方にも昨日聞いたら、あのショールーム見てたみたいで、なんかショート私もなんですけど、そのマネージャーさんもショート似合うと思ってなかったから、あれ意外となんかいいねみたいな、なんか雰囲気変わっていいねみたいな言ってくださって、結構いつもなんか辛口なことを言うときは言う方なんですけど、めっちゃなんか褒めてくださったので、あらと思って、そうあらと思って、いや渋谷の音にショートで出てきたらやばい。そうそういえばメールで言ったんですけどね、渋谷の音に出演が決まりまして、すごい23時とかで生放送なのでちょっと出れないメンバーがいるのはすごく悲しいということで、嬉しさもありつつなんですけど、私はとにかく出させていただけるということで感謝しながら楽しみながら、はい、やっていこうと思いますけど、アーサがね、今あのアーサってかジャケシャがめっちゃロングヘアだから、もう渋谷の音にショートはもうどう誰みたいになるからダメです。うん、そうすごい本当に嬉しいです。初めてです、歌番組に出れるの私。しかも地上波、福岡でも見てもらえれるし、パパとか友達とかお姉ちゃんとかにも、そうすごい良かった、もう出れる。そうなんですよ、吉田の候補とか揃っちゃうんですよ。すごくないですか、びっくりした。なんか私も数日前に知って、そうメンバーを見て、あ自分の名前あってよかったって思って、であれなんか違う名前があるみたいな思って、そうそうなんですよ、吉田の川又が揃うので、あとリコチも出られるんですけど、まあね出られそう出られるということに感謝を忘れずに行ってきたいと思います。すごい私がさいつも寝る時間ぐらいの感じなんですけど、生放送の時間が、だからちょっと昼寝してから行った方がいいよね私。目が開かないかもしれないからさ、ちょっとそう、
やーね、いや私はその数日前に知ってたんですけど、私はっていうかメンバーをみんな知ってたんですけど、多分、いやそうなんですよ、初めての歌番組がなんと生放送ということでドキドキなんですけど、そうなんですよカメラリハしまくってたくさん映るように作戦どうだろう、あのでも恥だから逆にサイドのカメラから抜いていただけたらとか思うけど、もう全然予想ができないので分かんないんですけど、そうこの時間だからね、ちょっと赤ちゃん組は出られないんですけど、そう出られんメンバーは残念なんですけど、そうだからそのメンバーの分まで楽しんでこようと思います。そう、いやどこで収録か分かんない、でも渋谷の音って言ってるから渋谷なのかな分かんない、どうなんだろう、うん赤ちゃん組、そう赤子ちゃんはそうこの時間はダメなんですよね、多分あの法律とかそういうのでちょっと分かんないけど多分そうなんですよ、だからそうね、頑張って私も練習しないとですね、今日とかの自主練もねちょっとやってたんですけどね、誰たちをも早寝組やばいよね、あのアンナちゃんも早寝組じゃないですか、最近12時前には寝てるみたいに言ってたから、アンナちゃんもちょっと私とアンナ危ないな睡魔との戦いもあるかもしれない、ちょっとって感じですけどねえ、あ東京渋谷の NHK ホール、そうなんだ、はあほんほん、もうね本当に全然もう土地勘とかがないか分かんないんですけど、そうそうこの土日はお仕事なかったから、でもなんか動きたいなと思ってパシェとアンピと自主練してたでめっちゃ休憩が多めになっちゃうんですけどね、やっぱレッスンじゃないから、でもちょっと踊ってきました今日も、楽しみやな楽しみやな、いっぱいあるな楽しみなことが、そうこれもね言いたかったことの一つなんですけど、そうあの子可愛いけどなんか眠そうやないってならんようにしない、そうね目ちゃんと開いてる人になっとかないと間違いない、ふなっちさんお疲れありがとうございます、天使の絵の具さん可愛いありがとうございます、あ、紅白もやってる NHK ホール、おーおーすごい、そんなとこでできちゃうの、まさかの、そうそうだね、動きたいメンバーが近くにいる、そう嬉しい、めっちゃ一緒に動いてくれてありがとうっていつもね、そう楽しみ、そう土屋太鳳さんと川島さん、キリンですの人ですね、もうちょっと低いか、キリンです、いやわかんないなキリンです出ない楽しみですね、いやドキ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 ですわ本当あーカメリハも見せること忘れ、なるほど、ドキドキじゃあやっぱ両方から見える髪型がいいよね、でもお団子もいいっちゃいいんだけどね、でもその崩れるのを気にしちゃうかな、このお団子ちゃん迷うな、髪の毛どうしよう、でも全国だから可愛くしたいじゃないですかまとめようかな、うんどうしようかな、今から緊張するもん、だってさ待って11月6日ぐらいでしたよね、もうあとちょっとしかないよちょっとしかないよ、あれあれあとちょっとしかないよ、乾くない、
ねえ、髪の毛、どうしようかな。でもね、披露するのは多分1曲だけだから、そんな崩れるとかはないやろうけど。イコチの暴走止められるのはミホリね。暴走どうするよ。曲の中で暴走は多分できないと思うから大丈夫だと思うけどね。さすがにトークとかだったらあるかもしれないけど。大丈夫でしょう。おもろい。暴走するかな。そこはいつものおろし。なんかでも左側にいるじゃないですか私で、左のカメラで抜かれたら髪の毛で顔隠れそうじゃないですか。それもちょっとなと思うんだけど、どうひょっかに。トークあるのかな。トークなんか数人とかかと思ってたけど、だからもう先輩方だけかなとか思ってるけど、違うかな、わかんない。全然仕組みをあまり理解してないのでわかんないんですけど。いや NHK で暴走はやばいですね。止めます、止めます、止めます。多分しないと思うけど。おもろい。リコって緊張して逆におとなしく。でもなんだろう、あのスペイベとかに来てくれた方わかると思うんですけど、結構ピンマイクはそうだったかも。なんかみんななんか楽屋とかではみんなでワイ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 してるのに、なんかいざファンの方の前に出るとなんか緊張して人見知りみたいななっちゃう時あるから、リコチボワちゃんそうなんですよ。その時もそうだったし、みんなでだからね。あ、そうね、トークは多分何人かですよね。だからオロチさんハートありがとう。ジュンヤくんファイトありがとう。飛んだ楽屋番長。スペイベリコチの声しか聞こえなかった、やばい。あ、1対1だったら元気なんかな。なんだっけ、あれ1回目のスペイベかな。なんか1回目のスペイベの時とか、なんかあのグループでとかだったからめっちゃ緊張してて、もうみんな静かな感じだったんですけど。敬語できた。私ね、緊張すると敬語になるんですかね。なんかね、もうなんかいつもと違う口調で喋っちゃうのあるあるかも。お話し会とかも結構緊張しちゃってるんですよ実は。だからね。いや緊張するな、もう今から緊張するもん。あと何日だっけ。今が24日だから1週間、2週間ない。2週間なかった。13日ぐらい、あと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13日しかない。びっくり。しかもその前に待って、31日に2周年公演もやばい。あと1週間しかない。やばい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 ね、お話し会もあるじゃん。やばい、緊張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 、まあ緊張することがいっぱいある。で、私あの11月の最初の方にワクチンもあった気がするんだ。怖い、ドキドキ。めっちゃ緊張するけど楽しみだけどなことがいっぱいある。楽しみー。ほー、そうね、来週末に会える、よっしゃ、みんなやっと会えるね、久しぶり。いや頑張ろう、頑張れ、ありがとう。せーの、頑張れ。チチチチチチチュン、トゥルルチュンチュン。あ、ほんとじゃん、渋谷ノートの前日
じゃない、間違えた、渋谷の音の次の日、ナナさんの誕生日だ。ほんとじゃん、待って、ほんとじゃん、すごい。おお、34あたり、違う、4545あたりがアンナとリネちゃんとかだったよね。11月めっちゃ多いね。あ、副反応ほぼなく2回目も終わった。マジ？え、それだといいな、それがいいな、絶対。ちょっとそうしてもらわないと私のスケジュール的に困る。ワクチン頑張ってくれワクチン副反応ないでいてくれ、頼みたい本当に。ドキドキドキ。そうだよ、あと13日、ワクチン打って全国放送。そうだよ、ワクチン、ワクチン怖ドキドキ。うん、いや、ないと抗体が、あ、でも副反応、え、副反応あるないでなんか効き目とかが違うのかな。うーん、ふふ、うー、31日にやっとあのジェラート食べれる。なんだあのジェラートって。のポラベアファイザーなのかな、なんだったっけ、今日もなんか確認してどっちだったか、どっちだったか知ったのに忘れちった、なんだったっけなんだったっけ。ヒロさんさん、ハートありがとう、ありがとうございます。ドキドキだな。なんか暗いなと思ったらちょっとライトつけ。熱出ると思って休みます。あらら、あらら、私は出ないと思います。普段から熱が出ないので、この間も出なかったし、出ないと思って、はいね。土曜日話か日曜公演、それな、どっちも来る方はもう2日連続2日間広島にいるということですね。楽しみだなぁ、なぁ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 、楽しみね、楽しみましょう皆さん、どちらかでも、どちらでも、どちらももももね。そう、出ないって思ってれば出ない、そう、なんだっけ、病は気からみたいな感じで、そう、頭痛いって思ったら痛くなってくるし、きついかも、今日きついかもとか思ったらきつくなってくるしね。だからうんだね。え、そうそう、そういえばツイッターフォロワー5000人まであと500人切った。そうなんですよ、4500人を突破したので、5000人いったら配信でちょっとお菓子の家を作ろうかなと思ってるんですよなので皆さん、私はお菓子の家早く食べたいので、ぜひフォロー待ってます配信で作ろうかなってしかも思ってるので、ぜひぜひ待ってます。そう、髪伸びてます髪が伸びました、昨日より2倍ぐらい伸びましたかね、3倍ぐらい伸びましたかねそう、配信でお菓子の家、そうなの、え、結構大きいし重みがあった。なんかねコンビニで売ってたお菓子の家が、なんか自分で作るお菓子の家、なんだっけ、森永キョロちゃんのとこ、森永のやつで売ってて、そう、ふんと持って帰ってこれるやつだったんだけど、結構大きい、結構、しかもなんか所要時間30分とか、そう書いてあって、そう、結構、おお、結構本格的なやつやんと思って、そうそう、なんかね、そう、セットになってるやつ、そう発見して、え、買いたいって言ったらママが、え、いいよって言ってくれたんですよ。いつもは、え、何、いらんやろとか言うかと思ったのに、いつもの感じだと買わせてくれたので、ちょっと楽しいです、うん、切ったのかと、髪ですか、切ってないけど最近ちょっとショートに興味がありますけど、どうですか皆さん、どうなんだろうな、迷うな、そこも。すごい、うち好評だったから嬉しいんだけどね。でもお高い、値段見てないな私の悪い癖は。
なんか食べ物とかはマジで値段見ずに買ってしまうところですね。レジに持ってってあれみたいな、びっくりする時ある。そう、さなんだっけ、なんか私的に忘れてた。あー、ママもしたかった説、そういうことか。だから買わせてくれたのか、なるほどね。で、実はハロウィンもなんか、え、これいいじゃんみたいな思って買ったやつがあるの。なんかお菓子作りみたいなやつで、そうだからそれもまた見せます、作るとき。いやいやいや、お嬢様じゃないです、あの食べ物だけね。あの洋服はめっちゃ見ちゃう、えみたいな思って、このブラウスでこれみたいなときはちょっと我慢するときあるけど、食べ物にはちょっと、やっぱ体に入るものだしね、美味しいものがいいじゃないですか。ちょっといい美味しいものがいいじゃないですか。洋服はなんか 着方によっては別に全然ね、そんなあのいいやつもお得なやつもこんなにね変わらない時もあるじゃないですか、組み合わせ方とかでね。だから食べ物だけなんかちょっとね。そう、ブラックカードって何？ノリ？なんだなんだ。よいしょ。ほ。やっぱ高く結んどるけ、前髪がめっちゃ短く見える。うん。ちなみに今日もほぼマスカラとアイラインしかしてない。下まつげをもう塗らなくしたんですけど。いかがかしら。ハロウィンの日の配信日はラッコになる、え？ならない。ハロウィン何も考えてないんですけど、何しよう、公演の日だしね、何しよう。今日近づいちゃった。ブラックカード、上級クレジットカード。なるほど。ノリとか言っちゃったじゃん、はず。クレジットカードはまだね、あの、作りたてなんですよ。そう、作りたてほやほやだから、そんな使ってない。もう、ペイペイばっかり使っちゃうんですけど。でも、クレジットカードができたおかげで、あの、モバイルスイカも作れたんですね。あの、スマホで。だから、わざわざもう、財布から IC カードを出してバスに乗らなくていいんですよ。もう、スマホでピッてできるっていう、もう、やばくない？めっちゃ嬉しいんだけど。そう、になっております。そう、クレジットカードやっと作ったんですよ。やっと高校生じゃなくなって作れるようになって、やっと。もうずっとね、ずっと作りたいと思ってたけど、やっとです。オートチャージ。え、わからん。なんやろ。なんやろ、なんか、なんやろ。何やろな、あれどういう仕組みなんかちょっとはっきり分かん、もうママに「えこれ どっち?」みたいな言ってピッ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 って言って申し込むんだから。そう、矢島さんハート100個ありがとう、ありがとうございます。やでやでん、あー充電切れたらうまく反応しない。あ、でも私、財布の中にカードはあるから、IC カードあるけん、ならんかったらそれでも乗れる。だから財布を持たないっていうことはしないですね。一応持ってるけど、財布をカバンから出す前より、スマホでもうやっちゃう方が早いから、そうしちゃう。そう、クレジットは気をつける。怖いよね。まだなんか全然分かってないからさ、絶対怖いね。でもそんなめちゃくちゃ使ってるとかはしてない今のところ。ちょっとなんかクレジットでしか買えない通販とかに使ったりとか、うん、あとはスイカにチャージとかしかしてないけん、多分まだそんなに大丈夫だと思うけど。多分、いや、ママの口座から引き渡されない。大丈夫です。それやばい。大丈夫。私は、ちゃんと自分の
ちゃんと自分のやつから。そうね、魔法のカードだね。発明した人すごいね、最初に。本当にすごいよ、本当にありがとうございますって感じで。ちゃんと勉強しといた方がいい。はい。今しない人の返事じゃなかった。まあ大丈夫です、本当は。本当は大丈夫です。いや、なんか大丈夫な設定のなので大丈夫です、任せてください。請求額ブル、あ、大丈夫ですね多分。いやいや大丈夫よ、ちゃんと。うん。語彙力ない、スマート中身ちゃん。あーはん、課金地獄。おたかつに使いすぎや。おたかつ系はちゃんなんかコンビニ支払いとかでやったんで大丈夫です。なんかそうちゃんとなんかペイペイとかで使えるやつはもう絶対ペイペイで払うけど、カードしかダメだ、カード以外は送料がかかりますとかだったらちょっとカードにしちゃうみたいな感じだね。あ、すけんさんおもちー、こんにちは、こんばんは、だこんばんは、おもちー、ほほい。パーカーだし可愛い、やった。パーカー今日緑のパーカー、これもう好きすぎていっぱい着ちゃうんですけどね、おさむグッズのパーカー。うん、後ろにね、後ろにおさむが書いてあるやん、時どうやったっけ、なんか書いてあるよね、なんかピンクの。よいしょ、今日はちょっと踊る予定だったので下はズボンで。みほりちゃんこんばんは、こんばんわんわんわ。パーカー A ですか、ありがとう。そう、あとは黒を持ってるけど普通に、でもこれより結構オーバー目なの、これもちょっとオーバーなのに。そうだからなかなか、なんか何を合わせたらいいか難しくてあんま着てないんですけど、あとはショールーム黒い服白飛びしちゃうからあんま着ないんですけど、もう緑のパーカー欲しいけど見つかります。いや私これめっちゃおすすめ、生地とかも。でも今売ってるかわかんない、なんかどこでママが買ったのかわかんないけど、なんかママがおさむグッズ好きで買ってくれたんだけど、これの違う色とかないかな、なんかちょっと調べてみようかな。これめっちゃおすすめ、生地もいいし、なんか形もなんか細見えする、なんかサムグッズパーカー。え、待って、白がある。え白があるんだけど、白いパーカーあるやん、これじゃないのかな、ちょっと色、ちょっと絵は違うけど、ええかわいい、白があるんだけど、待って買おっかな。待って買おっかな、これかわいい、これかわいい、買おっかな、めっちゃかわいいじゃん、なにこれ、在庫を見る、見つけてしまった、私も目が飛び出そうだった。あ、申し訳ございません、売り切れですだって。違うやつも、今なんか違うやつも見つけたから、これも見よう。あー黒か、白欲しいな。ねえ完売しました、ねえ完売しないで。完売しましたがいっぱいある、やだ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 、乾杯しないで。あ、これかわいい、
あ、ベージュ、ベージュ、ベージュいいやん。うわうわ、これめっちゃ可愛い。え、なにこれ、え、なにこれ、見て、なにこれ、袖がなんか違う、左と右で、すごい。でもこれもいいけど、ただの白も可愛いな。ただの白も可愛いし、ベージュも可愛い。え、めっちゃお得。え、本当にこれ安。これは待って、でもサイズさ、これさ、 このあ、袖の色が違うやつは子供用のだ。ん、え、これ全部子供用。え、そんなことないか。あ、そんなことない、子供とおソロで着れるようだった子供とおソロで着れるよってやつだった。140センチとか書いてあったからびっくりしたもん今せめて150センチじゃないと入らん、多分厳しい厳しい厳しい。え、大人はパーカーじゃないんだ。うん、大人はパーカーじゃなくて、あの、このフードがついてないやつ、なんて言うんだっけ、ぽい、合ってる、これ何これ、止まったスマホ140センチはさすがにキッチキチなパーカーになりそうだな。ちょっと無理だな多分。どこにあるのこれ。あ、160センチとか言ってる。160センチは入る、ワンちゃんワンちゃん入る、ワンちゃん入るあ、そうそう、パーカーの、そうだ、フードがないやつ、トレーナーかな。あ、なかった、160センチは売り切れです。うん、え、なんかスマホが表示されんくなった、どうして。頑張れスマホ。いや、140センチはやばいよ。竹、竹もやばそう。これ大人、どこ、大人サイズあるのかな。大人サイズお揃いとか書いてあるけど、ないけどないけど、どこにあるんやろ。欲しいな、おさむのパーカー、ないかな。これ大人サイズかな。 TK かっこキッズって書いてあるそう、可愛いからね、売り切れてる、めっちゃ。しかもまあ多分めっちゃ前に売り出されとったんかな。え、どこに大人サイズが売ってるんこれ。ブーンブーン。なんかパーカーで可愛い店ないですか、皆さん知ってませんか。パーカーはちょっとオーバーサイズなのが可愛くないですか、こういう感じで。なんかモフみたいな。これもちょっと、ちょっとだけどモフみたいな。ベージュか白がめっちゃ可愛い。え、これあるってこと？ん？な、ない。な、ない。売り切ればかり。やだ、本当に。ない。買えない。大人サイズがない。やだ。なんだっけ、どこが、どこが有名なのかな、パーカー。なんかお姉ちゃんがなんか好きだった、なんかあれはなんていう、なんていうやつだったっけな。なんかこれも可愛いけど、なんか、ちなみに背中あんま、さっき見えなかったけど思うけど、こんな感じです。この女の子がいます、おさむさんが描いた、じゃんこんな感じなんですけど、まあトレーナーも可愛いけどね。なんかちょっと秋冬のレッスン着にできそうな感じで、うーん可愛いでしょ。でもなんかちょっと似たやつではあったけど、なんか違うな、これさっきのが可愛いな。なんかそれか、なんかちょっと面白いことが書いてあるようなパーカーとか、なんか好きかもですね。あ、高めのポニテ、これ実はお団子なんですよ。全然見えないんですけど。そう。
ね、見たことある、かわいいっすよ。そう、おさむ、原田おさむさんっていう作家さんが書いた、あ、これはあれなんだね、なんか出てきたわ、なんかこれ、このパーカー、なんか洋服屋さんとのコラボだったみたい、レイジブルーっていうお店との。うわ、めっちゃかわいい、待って、その時白とか紫とかもあったんだ、かわいい。たけるくん、ハートありがとう、ありがとうございます。あ、そうだ、これと一緒に、そう、また黄緑のスウェットもあるんですよ実は。でも裏肝だから動く日は暑いけん、ちょっとまだ着れないんですけど。そうだ、この時にもうないんだよね多分、でも期間限定だよねこういうの。そう、レイジブルー、読み方が分かんない合ってるか。そう、あ、混雑しています、もうないかな。なんかコップとかも出てたんだこの時に、めっちゃ可愛いよ、なんかこの私が着てるのは多分これ、めっちゃ可愛い。うん、なんかおすすめのパーカーあれば教えてくださいぜひ。なんか今まで人生でそんなパーカーとか着たことなかったんですよ。だからなんかレッスン着とか、あとはいろんなジャンルの服を着ることにより、すごいなんかこういうなんかちょっとボーイッシュな服も好きになってきたんですよね。だからね、ちょっと気になってますママリンまた買おうとして、もういらない服捨てたから、ちょっとスペースが空いてるからいいよいいよ。面白、かわいいパーカー、気になる、やった、ありがとう。なんかマジかわいい、あ、私のこのパーカー出てきた、白欲しいのにな、白のパーカーがもうないねもうないのかね、辛いな、可愛いのにな。しかもこれなんか形がなんか良かった、すごい、生地も洋服屋さんとのコラボだから生地もいいのか、良き。みんなもこの季節はパーカーとか着てみ着てみストリート系、なんかどれが何系とか分かんないよね洋服。なんかあるよね、なんかなんだっけ、カジュアル、カジュアルは分かるわフェミニンとかガーリーとか、なんか境目が分かんないんですけど、うん、そう、お姉ちゃんが結構どちらかといえばこっち系というか、最近なんかまた変わってきてたけど、なんか私は前までもうほんとフリフリ女の子って感じのだったんですけど、最近ちょっとこっち系も着るし、ひらひらお姉さん系も好きになってきました。めっちゃ前はめっちゃフリフリ好きでしたね。うん、そう、ガーリー、そう、なんかね、可愛らしい系、まあ、前は着てたけど、なんか顔に合わんくなってきたというかだからね、こっち系に振り切ろうかな。なんかあと私の骨格を診断すると、なんかナチュラルさんはなんかゴツゴツを隠すためになんかちょっとオーバーめの服を着たらいいみたいな、そう書いてあったんですよ。確かになんかこのパーカーを着てスキニーを履いてるとなんか着痩せしてる感あるんですよねだからちょっといいくないいいくない、ジャンルを変えてきました。これからいろんな洋服を着ますので、お楽しみに、お話し会とかね。ふなっちさん、ハートありがとう。おかみさんもハートありがとう。あざすあざすじゃあいろんなミホリンを見せていきたいと思います。そんなのバラしちゃってん ちょお腹を隠すのが大変って、そんなことないでしょ、大丈夫よ。私はね結構ね骨太なんで、ちょっと肩幅とか
骨盤とか気になるタイプなんですよね。だからそこを隠す、うまく隠すことによって、最近ちょっと下っ腹も気になるので、あの最近筋トレをまた始めたんですけど、後ろに鬼が書いてあるパーカー、待って、どういう感じ、どういう鬼、かわいい鬼めっちゃなんか秋田県のあの鬼みたいなのだったらちょっと、あちょっとあの怖いですけどでもあえてなんかそういう変なの書いてあるのってかわいいよね。前さなんかリネタンがさなんか定食みたいなのが書いてあるレッスン着着てたから、私もえかわいいと思って、ラーメンが書いてあるレッスン着を持ってる時ありましたけど、うん、ねえどうそう秋田県の鬼生ハゲです。それはちょっと怖いけど怖いけど、うんうん、いや緑細すぎ、それはないですよ、その君の名前に入ってるメンバーの方が細いですよ。サロペットかけるパーカー寿司、なるほど、あーいいね、あったかそうだし、今度やってみよう。チョップトップなんてこれ、あー X ガール、あお姉ちゃんが好きですね、 X ガールかわいいよね、なんかあのちょっと個性的な感じ好きです。あとなんかたまにジュエティとかも好きですね、ちょっと外人さんが来てるからちょっと個性的な感じなんですけど、わすごい本当に鬼だ、かわいいこわかわいい、こわかわいい、え怖いあでも前はおとなしいんだ、後ろ姿、えなんか怖いのが好きなマネージャーさん、マネージャーさんなのかな、あれマネージャーさんおるわ、うーんあれやね、なんかえ怖い、なんか関連画像がめっちゃ怖いんだけど、おもろい、私がこれ着てたらすごいね、みほりんどうしたって後ろ姿で私って分かられないかもしれない160のパーカー、待って違う違うあちゃんと大人用のパーカーを着ますよ、あのおさむがねどうしてもなかったから、ちょっとなんだろう、 X ガールも見よう、見つめよう、見出したらね、でも X ガールはなんかリュックもめっちゃ使いやすくて大容量入るリュックが多くて、よくなんかタンプレとかでパパに頼んでたりしてたけど、なんか動画再生されちゃう、危ない、どこ、これなんか英語で書いてあるうーん、アイテムカテゴリーどこだ、パーカーとか、これだ、すべてのアイテム、すべてのアイテム、オール、よし、トゥトゥトゥー、おうーん、おーパーカー、おーリッチリッチリッチな、えかわいい、リッチすごいかわいいブーツを見つけたけど、めっちゃシャリッチ、すんごいかわいい、これえすんごいかわいいけどめっちゃ高いし、洋服を選ばないといけないけど、めっちゃ見てこのブーツかわいい花柄が散りばめられてるどころかもう敷き詰められてる、すごいすごい、うわかわいい、リッチだそうパーカー探してるのに靴見ちゃった今、あー中リーサさん合いそう、なんか派手なの組み合わせるの上手ですよね中リーサさん、すんごい合わせるの難しそう、それな無地の服しか着れないなんかね普通にね、なんかね、なんかワンピースにも合わせてたし、今コーディネート見たらフレアパンツとかにも合わせてましたね、あすごいバッグばっかり、あやばい帽子も出てくる、やばい見ちゃう見ちゃう見ちゃう、上着かわいいダメだパーカーを見ずに他のものを見てしまう、え上着めっちゃかわいい、これめっちゃかわいいのわーっと直接お話し会、カジュアルな日があるの楽しみ、そうだねいいね、いいかもね、なんか
まあカジュアルだったらショートカットが似合うだろうな。あ、パーカー出てきた、パーカー出てきた。キャット&ドッグ、あ、キャット&ドッグが描かれてるのか。え、洋服の紹介でこんなわざとブレた画像使うのとか初めて見た。一応ブレてる画像があるんだけど、あ、でも黒しかないのか。これは難しい。洋服さ、ずっと見てたらさ、もう分かんなくなって、結局いつもなんか見るのやめちゃうんですよね、途中で。うんうんうんね、そう、目当て以外のもん、そう、めちゃくちゃ、なるほど、他のものを買わせるのがサイトの目的です。負けないぞ負けそうだけど負けないぞ、頑張るぞ。ね、パーカー、え、なんかさ、パーカーをちょっとワンピース風に着てさ、なんかさ、ちょっとさ、でブーツ履いたりしたら絶対可愛いと思わん？もう想像が膨らむ想像がすごく膨らんでいっています。今靴下も可愛い。なんかあのさっきの靴のめっちゃ高価なのを見ちゃった後に靴を見ると、あれなんか安くない？みたいな思って麻痺してくる。靴下でこの値段は多分高いはずなのに麻痺してきてる今。あー、ワンピースも可愛い。あ、でもこれ半袖かえ、こんなになんか商品いっぱいあったんだね。可愛い。あ、これは何これ、ハンバーガー。でもロンティーか。パーカーちゃん、パーカーちゃんどこ。パーカー、パーカー、パーカーちゃんいやー、いいよね。なんか、ああ、イオリと一緒に買い物してる気分、よかった。ちょ、口に出すわ、可愛いものがあったら。あ、でもなんか最初の方にあったパーカーも、あ、すごい、鬼滅みたいなマスク出てきた。ちょっと柄違うけど、え、ズボンも可愛い。え、待って、この人可愛い、人が可愛い、人が可愛いと洋服も可愛さが増すね。逆もあるけど、うん。いつもそう、ネットでね、いつも一人で探すときね、こうやってめっちゃずっとね、ずっとスマホをね探してね、めっちゃねずっと見ちゃう。でいつの間にか時間めっちゃ過ぎてるの。でもそれでも見つからないときはもうハンってなって途中で、うん、投げ捨てるけど。なんかネックレスとかに変わっちゃった。パーカーはじゃさっきのしかないのか。なんだろう、どこだろう。あと、なんだっけ、あ、思い出したかも。ガールズドントクライみたいな名前のくらいパーカーあるかな。そう、めっちゃ目移りしちゃう。ほんと。かわ、え、なんか安い。あ、嘘だ。安くなかった。あれ、どっちが本当の値段これあれ、あ、公式とかしないとは、うん、うんうんそうね、めっちゃ優柔不断だからね。この間ね、リコチとパシェとパルコ行った時、なんかその時なんかこの日に着たいワンピースを買いたいって言ってて、サイン会かな、サイン会に着たいワンピースを探したいって言って、めっちゃね、なんかね、3階と4階をね、多分3階と4階をめっちゃ行き来した。3階のあの店のあれもいいし、いやでも4階のこのお店とこのお店もいいしみたいな思って、めっちゃぐる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 、もう何回ももう登ったり下ったりしてから、めっちゃ絶対めっちゃ待たせてただからなんかね、前までなんかねすごい買い物早い子だったんだけど、なんか優柔不断になってきた。愛はパルコ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 ですね。そう、ほんと買い物ねしだしたらね、ね、見始めたらキリがないんですよね、私最近お疲れんこん、レンコン、レンコン美味しいよね。レンコンになんかレンコンのハサミ揚げとか大好き。厚みは、厚み母、楽しそうでよき、やばい人みたいになって、あ、やばい、でもうすぐランキング読んでいきたいと思います。43分ぐらいから。
またパーカーいいの探しておこう自分でも。よいしょトスのアウトレットとか行ったら足腰鍛える。トスアウトレットめっちゃ小中学生ぐらいまではめっちゃ行ってたけど、もう最近ずっと行ってないな。もう記憶がないぐらいに行ってないっすねそうだね、それだけ買い物する目が鍛えられたかね。広島でももうアウトレットめちゃくちゃ行きましたけどいやー洋服永遠に欲しくなっちゃうんだよね本当にねけどまあそろそろ洋服多分配信終わってからも探すと思うけど、ランキング読んでいきたいと思います。ではいきます。22位のみほりん賞からいきます。22位はやじうまさん、13位はオロチさん、12位チョコミントリスさん、11位いずみちゃん、10位ユナイテッドさん、9位タイサーとショダンボーイズさん、8位クマネポポさん、7位レグルスさん、6位リーズさん、5位オオカミさん、4位大地さん、3位フナッチャーと中身ちゃんたおしさん、2位アクアと自称みほぱぱさん、そして第1位は竹まつるさんでした。ありがとうございましたでは今日も見てくださってありがとうございました。また食べ物の話とかお洋服の話とかいっぱいしましょう。では最後にじゃんけんして終わります。最初はグーじゃんけんグー。ありがとうございました。では今日もありがとうございました。またメールで会いましょう。おやすみ。